学生時代の陽キャグループと陰キャグループでちょっと分けてみました。馴染みほらうわっなに気持ち悪い集合じゃーはい来て、はい君はここだ。あ、なに、その順番決まってる。君は後ろに行くんだ。後ろ、はい。はい、僕はね、上と下でね、人間は2種類いるということで分けさせてもらいました。男性と女性ですか？違えわ。僕のイメージですけど、学生時代の陽キャグループと陰キャグループでちょっと分けてみました。陰対陽でね、タピオカ作り対決。おタピオカ今ブームですからね、タピオカね。そういうことでございます。陰は多分流行りとかに乗らない。そうだね、それがかっこいいと思って。タピオカとか飲んでるやつ嫌いでしょ。勝手に顔を作って社会からそれで行くんですよ。はい、それに比べて僕たち陽キャ流行ってるからタピオカ飲むとかじゃなくて、飲んでたらタピオカ流行っちゃったっていう。あ、そう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 、というわけでじゃあやっていきましょう。タピオカ。まあもちもちしてるよね。そう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 。もちでいいんじゃない。初めに考えよう。そうだね。茹でるとかした方がいいと思うんですよ。茹でるとか。ああ茹でる茹でる。はい。本物のタピオカも茹でるから。もちだともちもち感がありすぎてダメだ。ちょっとあのね、食感ちょっと違う。もちより弾力があってっていうレベルやから、めっちゃむずいね。そういった問題がいくつも存在しているわけですね。そういうことだ。じゃあ買ってきたもの紹介します。はい、紹介しましょう。はい、はい、まず主となる飲み物ですね。はい、はい、雪印コーヒー牛乳。あ、絶対続いてここが重要ですね。黒糖。黒糖ありがとうございます。黒糖なんですよ。これですよね、肝は。スイトンコー。これこそこれです。スイトン、スイトンコ、スイトン、スイトンコ。あ、待って、スイトンコ。よくね、スイトンコ。もちよりもちもちない。あれこれ、これ買ったベストじゃない。これ買ったかもしれない。もしかしたらこの3つでタピオカ作りやっていきましょう。やっていきましょう。おすごい、めちゃめちゃ正確。すごい、3分の1。おおお、見てください。あ、もうタピオカだこれ。もうなんか黒の塊みたいな。ほらちょできてるんだ。これは色タピオカじゃん。あ、もう混ぜ方あ、空気混ぜる。空気踏め、空気入れてる。空気踏めながらこう混ぜないとやっぱ美味しくなるんだけど。ここでこねながら入れます。あ、結構良くない。これいけるぞ。これこれ、オッケー。おー、うわうわ、え、完璧だ。あー、すごい、やばい、タピってる。来た来た来た、めっちゃタピってる。来た来た来た、めちゃめちゃタピっとるやん。結構少なくていいよ。やべえな。なんか自信なくなってきたな。肉団子これ大丈夫？肉団子感がない。なんか肉団子大体あれでしょ、こんにゃくか、グミを、グミを潰すとか。あ、グミある、グミあるかな。はい、もう完全なやつをつけました、僕。弾力やばいから、これ。もうこれ、これ買ったでしょ。僕たち買ってきたの、一つ目。はい、黒蜜。これ大丈夫、これは大丈夫。玉こんにゃく。はい、これが味噌です。これが味噌ですね。はい、丸いですから、そもそも。で、このホイップですね。はい、まあ、下後ね、裏技がちょっとあるんですけど。はい、おぉ、おぉ、でもなんか弾力絶対ある。これくそ、え、勝てんの。くっさ、これ残るぞ、これ。これ勝てる。え、え、人参切ってんのお前それ。人参の切り方なんだけど、それ皮のこんにゃく切んの、こんなむずい。あ、俺やりますか。ピンジータ、ピンジータ。あ、ピンジータいきます。これ丸っこいじゃん。これ丸を削っていけばいいだけだろ、こうやって。そうだよな。だけど、あの、待って待って、弾力強すぎて切れない。そう、やめてよ。だからお前、こうだよ、めっちゃ。あー、あー、もう陰キャの方の陽キャだ。こんなもんでいいでしょ。確かに、何個もいらんでしょ。いら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 、味がうまきゃいいんだよ。これちょっとやってみて分かったけど、陽キャ、バカなんだ。うん、バレた、バレた。じゃん、こんなもんでいい。オーケー、最高ですね。もう匂いなくなったんじゃない。もう、あ、ないですか。ちょっと待って、今聞いた。いや、匂いはないんだけど。ないんだ。つ、いや、いいですよ、これ。全然いいでしょ。うぇー、たつまいらっしゃ。絶対俺と付き合っちチームじゃないでしょ。これ別枠でしょ、この人。ここを入れていきましょう。衛生。あれ、あれ、あれ、
え、勝ったでしょ、勝った、いいよいいよいいよ。で、この生クリームですよ、来ました、で、かっこチョコ味ね、そう、はい、おいいいい、おほら、もうスタバスタバスタバ、スタバ、最後にちょっとトリックをして終わりでしょ、僕たちはこれで、おーい、作りました、まあまあもう圧倒的ですね。ドバイさん、じゃあ持ってきてください。はい、陰キャチームからですね。はい、いやもう本当にちゃんと陰キャラ、いややばいんだけど、つまんな、やばいんだ、いやいやいや、いただきますよ、はい、いただいてください、ちゃんとね、タピってください、タピれるなこれね、あー、タピってるわ。え、何それ、頑張っといかないと、ほら、タピってタピって、タピオカだぞ、タンスカレーション、やった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 、ちょっと粉っぽいけどタピオカ、タピオカだ、うわほらほらほら、まずもうこれマイナスポイント言っていいですか、うん、なんでコーヒー牛乳、それな、いや、やばい、それは結構やばいわ、タピオカイコールあれでしょ、あれでしょ、これ何使ったかというと、スイートンを使ったんです、どうでもいい、それ、はい、どうでもいい、こういうとこですよ、頑張ろう、頑張ろう、どうでもいい、頑張ろう、じゃあ次、ようけここじゃないじゃん、エンターテイメント、そういうことです、リボン抜かれますよ、レベルが違いますからね、見上げてください、はい、タピオカです、タピオカです、うわぁ、うわぁ、なにこれ、なにこれ、タピオカって書いてるだけでしょ、いやいや、タピオカだから、見た目から見てよ、スタバみたいじゃん、すげえけど、うわ、確かにこの発想はなかった、問題はタピオカかどうかですから、味、はい、美味しい、美味しいでしょ、はい、美味しいよ、美味しいね、美味しい、タピオカが見つからない、こんにゃく使ってるか、正解、おお、長方形のもん出てきたから、ね、びっくりしたよ、やっぱかうまい時の話、うまいうまいうまい、ね、え、なんで、どうしたどうした、え、うわっ、なんで、どうしたどうしたどうした、こんにゃくなかったらうまいわ、なるほど、気持ち悪いこんにゃくが気持ち悪いほら、ってば、あ、これうまい、あら、やっぱやべ、味覚いかれてんな、お前、お前らと差が違う、どういうこと、差が違う、差が違う、いかれてんか、4キャラ、4キャラ、こいつは何か違う、それ、それさっきもこれ、これ、俺らも作ってる最中にちょっと違うなって、で、どっちの方がよりタピオカだったのかということを多数決で決めましょう、自分のチームだけしか選ばんとかそういうのなしに、普通にどっちがタピオカで、ね、まあ、タピオカどうかでしょ、俺らも分かってる、うん、分かってる、もちろんもちろんもちろん、間違いを犯すね、うん、はい、もちろんもちろん、いきまーす、せーの、せーの、せーの、あれ、あれ、ごめん、ちょっとやばい、正義のね、正義の振りが、ま、もう分かんないですよ、俺、こうやって刺した、はっきり違いさせて、あ、俺、インキャラチームの勝利、やっぱこういうことなんですよね、こういうのが嬉しいんでしょ、出して開けた、そう、そう、分かってる、やっぱ分かってる、お前らあんま人生勝つって経験できないから、あんま言い過ぎんな、あんま言い過ぎんな、勝ったぞだぞ。あ、お前この時優しいかもしれないけど、俺は俺はうるさいぞ。いやいや、それ最後まで吐き違えてるから。